こんにちは。「日英の捉え方と認知モード」という授業を担当します富山学習センターの向井理恵と申します。英語の表現を聞いて日本語との違いにハッとすることがあります。明日は明日の風が吹くを英語では Tomorrow another is day と言います。日本語と英語がこうも違うのは両言語の根底にあるものの捉え方認知の仕方が異なるからと言えるでしょう。 日本語のように場面に密着した生き方もいいけれど英語のように場面から距離を取る生き方も潔いそして私たち人間はどちらの生き方にもシフトできます本授業ではそのような2つの認知の在り方について日本語と英語のさまざまな言語現象を通して整理していきたいと思います。